おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。今日はよろしくお願いします。あ、こちらこそ毎度毎度よろしくお願いします。千葉南トリップというわけで、頑張りましょう。楽しみましょう、はい、今日はどのボードを持ってきたんですか。今日は SHST です。 SHST ですか、はい、どこのクリーブの。クリーブです。 SHST、はい、一番新しいモデルですね。そうです。2023年の2023年の、はい、ですね。この板をチョイスして、チョイスしましたか。はい、まあ、一応こっちも持ってきたんですけど、ね、あ、両方持ってきたんです。こっちはIPS のストリンガーで2022かな、2022に出たやつを持ってきたんですけど、これは HPC じゃないんだ。まあ、違います。 HPC じゃなくて SHST、うん、じゃなくてこれは、あ、ただの ST、うん、IPS の、うん、ミディアムフレックス。そうですね、ストリンガーが16ミリが入っている。あ、ちょっと柔らかめなのかな、うん、あ、ちょっと硬いのか。ちょっと硬め、硬めね。ストリンガーが入ってる、なる、まあ、ストリンガー入ってるね、まあ、今日は今日はこっちでちょっと持っていこうかな。了解です。はい、おはようございます。おはようございます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。千葉南トリップ。はい、いつもお土産ありがとうございます。あの、エビセンです。あ、エビセンですか。どこのですか。神様あ、作ってくれた。エビセン、これうまいんですよ。みんな、トリップのお供に。エビセン、やみつきエビセン。やめられない、止まらない。うん、エビセン。手作りエビセン。森永さん、ごちそうさまです。ごちそうさまです。ありがとうございます。いつも。じゃあ、今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、あの、楽しみで眠れませんでした。あ、寝れません。寝不足ですか。睡眠時間は多分3時間とか、ね、あらあら、楽しみすぎて。遠足熱にならないように。あの、12時に寝て、あ、1時に寝て4時に目が覚めた。あら、じゃあ、車の中ちょっと寝てくださいな。ずっと寝て振り向いてました、ね。あらば。じゃあ、よろしくお願いします。顔がもう、ね、眠そう。ちょっとじゃあ寝て、車でちょっと。はい、ちょっと。はい。じゃあ、よろしく。よろしく。今日も二刀流ってことで。そうですね、今日もショートボード2本と、うん、ショートボード2本と、とボディーボード、ボディーボードと、あと DK4 リターで、ね、今日は DK ショート、うん、じゃあ二刀流で頑張りましょう、はい、この前いいですか。立山に入ります。お、立山にやってまいりました。何かあったら 4.9 歳の立山病院にお越しになって。あ、いいね。風景ですね。パルトリーが南国に来た気分ですね。まあでも暖かいですよね、うん、やっぱ南房総は茨城に比べれば。でもグローブいらないんじゃないですか。グローブいらないそうだね。前回もいらなかったですもんね。いらなかったですよね、うん、グローブもキャップもなしで快適にサーフィンできると思います。あとは波次第。あれ、これだっけ。これだね。じゃあ小野さん、ちょっと取れますね。あ、取れるよ。何やってるんですか、小野さん。ゲームやってるんですか。何のゲームやってるんですか。ポケモンです。ポケモン？ポケモンですよ。ポケモン歴何年ですか。7年だね。7年。7年間もやってる。何年やってるの。ポケモンって何周年ですか。7周年。あ、じゃあもう始まった当初から大体やってるんですね。ね、僕最近離脱しちゃったんで、ポケモン。レベル42で。あ、一応レベルが上がってくるシステムなんで。そうそう。最高で50でしたっけ、うん、今、うん、これ42ぐらいでちょっと足踏みしてる。結構やり込みましたね。やり込みましたよ、小野さんに勧められて、うん、で、今なんだっけ、ポケモンユナイテッドだっけ。そう、ポケモンユナイテッド、ユナイテッドも勧められてるんですけど、うん、勧められて5回ぐらいやったんだけど、うん、ちょっとまだ飲み入り込んでないですね。ユナイテッド。ちなみに僕誘われましたけど、全く興味がありません。なんで宇野さんやってくれないの。興味がない。インストールもしてくれないですよね。あ、したあ、インストールはしたの、ポケモン、うん、
強要されて。ああ、強要したよね。でもやらないな。消しちゃった？いや、あるよ。あります。うん、じゃあ今度ポケモンユナイテッドやりましょう。ユナイテッド。ユナイテッド。うん、そういうのゲームがあるんですよ。なんか結構人気で。じゃあオフシーズンはゲームがメインなんですか？そう。リラックス。そうそう、リラックス。必要ですよね。そういう。ちょっとやってみてください。ハマるかもしれない。車の中で携帯見てゲームできるって僕すごいなと思うんですよね。絶対僕だったら酔っちゃって。うん。小野さんだって最初から最後までいじってんしょ、携帯。新規お帰りも。今トイレ寄ればよかった。山木なんでしたっけ。山木商店。山木商店っていうね、うん、焼肉おすすめ、小野さんのおすすめ、焼肉弁当、小野プロのおすすめ、うん、一押しカルビ弁当ですか。俺は違うね、二色丼、豚の方がいい、豚の炙り豚弁当、炙り豚弁当、あれハーフもあるっつったんですよね、なんかハーフっつうか、ハーフ二色みたいな、なんかああ、いろいろある、いろいろ、うん、行ってみたいですね。カルビにはもう重たい、山木年齢がね豚の方がまだいい、ね、行ってみたいですね、うん、でもコロッケがうまい、コロッケが一番おいしいなんですね、山木の。これ元って何すんの？動画にアップします。 YouTube YouTube で世界の世界の世界の小野さん、セガちゃん、ちゃんと編集すんだっけ。ここうねりファイナリーだよね、北うねりだから。ああ、北うねりだったね、うん、北うねりですか。北うねり、和田のシラスカーポイントを来ました。はい、波は波ちょっとも腰もも腰ぐらいでちょっとたるいですよね。ちょっと物足んないですね、混んでるしね。はい、ちょっとね、ちょっと違うポイント行きますか。はい、ちょっとここはスルー、今日はスルーします。最近ね、ここのポイントお世話になりました。今日はちょっとスルーと言って、今日はちょっとスルーしましょう。はい、ちょっと違うポイント探しましょうか。はい、目的地は左です。ちょっと見てみましょうか。空いてるね。まあ、空いてます。ちょっと止めさせてもらって、ちょっと、うん、イエーイ、うん、やってまいりました。やってまいりました。波チェック。ここはビーチから車まで近いので、うん、何かね、うん、そう、ボタンをスイッチするとかね、うん、やっぱすぐに戻れるんで。あ、いいじゃん。セット、あ、セット、あ、あ、見えないですよ。はい、なんか、分かんない、へこみ、それ違う、あのフィンでへこんだ、あのボード閉まってて重ねちゃってたから。ああ、そういうこと。2年ぐらい多分、ずっと重ねっぱなしだった。へっこんじゃったの。まあ、すぐ戻りますよ。うん、戻る、うん。うん。なんか、同じ、よう、均等になんか同じ形ついてるから。なんかあれなのかな、特殊の。違う。そういうわけじゃない。へっこんじゃっただけ。はい。うん。そういうあれじゃないです。なるほど。へっこんじゃっただけです。マジック的な。うん、モズ寄りに植えてるあるんだね。どれ？背が変わった。どっち？モズ寄りに植えてがある。何色？黒。あ、黒ね。そう。これほら、上の方、細いね。ね。こっちね。うん、緑の板は。今そういう主流になってるんです。いや、これは、結構古いボードです。あ、そうなの？これ4年ぐらい前のボード。4、5年前。4年ぐらい前かな、この黒いボードは。今の、
今年のは、あ、サーフィンもやる。こっちも今日もやります。もしかしたら、はい。二刀流サーファー、はい、ボディーボードと。三刀流です。あ、三刀流です。フローンと DK と、とショートと、はい。頑張ってください。四つでした。四刀流でした。何ですか？ボディーサービス。あ、ボディーサービス。あと、アーティストなんで。アーティストシンガーソングライター。シンガーソングライターです。ね。博士です。博士。ちゅうわけで。今日はじゃあ撮影するってことで。ソロショットで。トリーの。え？東京から植えてできた人だ。あ、東京から植えて。そそくさなこと。楽しかったです。棒読みじゃないですか、それ。波どうでした？波はいまいちだよね。うん。いまいちだけど、まあ楽しめたね。意外とね、うん、途中良くなりましたよね、オフショアに変わって。そう。うん。まあでも、ちょっともうちょっとリップが張ってれば、ね。うん。いいロロとか、ARS もチャレンジできたんですけど、ちょっと今日はできませんでしたね。そうですね。ね、ちょっと、まあでも久々にみんなで入れたから楽しかったんじゃないですか。楽しかった、はい、また次回よろしくお願いします。お願いします。次はちょっとサイズある時ので。そうね、うん、やっぱ頭ヘッドバグラインの時ここいいんだろうね。ね、うん。急に来るな。急に来ますよ。どうでした今日は？波は？水が暖かかった。ね、水暖かかったですね。お湯でしたね。やはり南房総はね、2月だっていうのに温泉でしたね。茨城に比べたら、うん、やめたかった。良、ね、かったかな。波は？波はでも。癖があったけど面白かったですよ。うん、
で、結構いいのやってましたよね、グーフィーのロロ。いや、でも動画には映ってるかどうか、ちょっとわかんないけど、まあ。大丈夫です。映ってればラッキーと。じゃあまた行きましょう。そうですね、はい。次回よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。セガプロお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はどうでしょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。気合い入ってますね。海から上がったら気合い入りました。どうですか、今日は。難しかったですね。でも、2発。2発最、なかなかロロ決まんなくて、最初の、最初の頃は。1時間ぐらい。うん。最初の1時間、50分で、ロロ2回しか決まんなくて。うん、結構、うん、ちょっと苦戦して。ロロ2発。うん、その後、入って2時間ぐらいからちょっと波が良くなる時間帯が来て、そこで ロロ2発、今日のベストライディング、ロロロロ2発、あともう1個がスピンリバースエルロ、それが波良かったから、最後の方、今日3時間半巻いてました。珍しく水があったかい、普通は1時間半か2時間で上がっちゃうんだけど、水あったかかったですもんね。あったかいからね。リバース後ろから見てましたよ。ドッペ？うん。スプレープシューって飛んでました。プシューって。プシューって。スプレープシューって。ドッペ？オッケーです。また今度来ましょう。はい、またよろしく。もうちょっとね、サイズあるときね。そうですね。お願いします。お願いします。今日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。楽しいセッションでした。今日はありがとうございました。どうでしょう。ソロショットも撮影、いつもありがとうございます。今日は今日も。ね。さすが、ソロショットマスター。はい。ありがとうございます。今日はサーフィンと、ボディーボード二刀流というわけで。あ、三刀流。四刀流です。四刀流。どうでしたか、今日は。ショートボード。うん。ボディーボード、プローン、うん。プローン。あ、プローンと。で、それから DK。DK と。ボディーサーフィン。ボディーサーフィンもやったと。あ、ごめん。俺ら、あれ、五刀流でした。五刀流。が、うん。スリックバック。あ、スリックバック。スリップバックマスター。はい。あとで見ていただきたいんですけど。はい。私ね、今日ね。うん。前代未聞ですよ。いえ。フィンを履いて、うん、ボディーボードを持って、持ってスリックバックを。おそれは見物でね。異次元ですよ、異次元。異次元のスリックバック、うんうん、ミトレア。どうや、というわけで。DK もできましたね、今日。まあ一応、はじめに抵抗して、まあ、うん、ターンしながら、うん、ちょっと今日は、ルロを決められるような、うん、クリティカルセクションがはじめになかったので。そうですよね、暑かったですよね。そう、暑いから暑いセッションを、うん、まあカービングで抜けて、うん、で、最後のショアブレイクのクリティカルに、うん、まあ、当て込むっていうイメージなんですけど、うん、その途中がどうしてもね、あれ、張ってこないので、うんうん、そこでゆっくり、まあ、DK の。DK ね。DK の練習になりましたね。はい。ドーン DK して、うん、最後にエルロを切って、そんな感じです。じゃあ、春の4月の、静波パーフェクトウェーブのボディーボードの大会に向けて、当たり前ですね。ね。もう、ファイナル、タイトルを取りに、ダッシュしに。はい、頑張りましょう。今日はありがとうございました。また行きましょう。
エビセン。ホリマナ、ホリマナ製、エビセン、エビセン。これやめらんないですよ、ホリマナさんのエビセン。ごちそうになります。後で。美味しいですよ、それ。エビセン。エビセン。いただきます。はい、どうすか、うまい。うまいね。やめらんないでしょ、これ。止まんないですよ、それ。ね、この間、湘南の帰りも、これ、食べながら帰ったら全部、音ね、パリ、サクッと、いい揚げ具合。油っぽくないでしょ、うん、なんか、ちゃんと、ね、サクッとね、揚がってるから。やめらんないでしょ、うん、でしつこくないから、油も。やめらんないでしょ。おいしいですね。